当時世界大戦中にイタリアのフィアット社の子会社クマサ社で生産された偵察機である。総発の水蒸気で洋上照会、来撃、海上救難などの任務で用いられた。フィアット社の子会社クマサ社で開発された RS-14 は1939年5月に初飛行に成功した。この機体はフィアット製の空冷式星型エンジン装着の 総発水蒸気で大型フロート2本を付け、全金属製あった。原型機は、それなりの性能を示したが、武装を装着したところエンジンがやや、アンダーパワー気味の上機体の安定性に問題があり、また、機体構造が弱い部分も発覚した。これらの欠点の修正に時間を取ったため、部隊に配備されたのは1942年になってからとなった。RS。 14の固定武装は、胴体の左右と機種、背部銃座に機関銃を1丁ずつ装備したほか、腹部にゴンドラを搭載して折り中に爆弾、爆雷、魚雷が搭載可能であった。これらの装備を活かして、洋上哨戒、雷撃機として、地中海方面で使用され、イタリアやシシリー島沿岸の戦団護衛のほか、長距離対戦作戦を行った。 海上救難の任務に特化した方の RS-14C も製作されたが、この方には腹部のゴンドラが装着されていなかった。生産数は B 型、C 型も合わせて152機が生産された。イタリア降伏時には約20機ほどが作戦可能状態だった。そのうち数機は第二次世界大戦終了後もしばらくイタリア軍に在籍していた。 ありがとうございます。